新庄監督、来季の去就についてはパリーグのファイナルステージでソフトバンクに3連敗を喫した日本ハム。新庄監督は試合後、来季の自身の去就について、今後僕がどうするかはドラフト会議が終わった時にしっかり答えを出しますので、ちょっと待っておいてください。完全燃焼したら、もう責任を果たしました。ってなるかもしれない。今後の戦い方次第ですね。やり返したろと思ったら、またあるし、と話していた。続けろ。新庄さんドラフト終わったら退任するんかな。金丸取れたら続投やろ。次の監督候補おるんか。阪神のヘッドコーチ当てて待ってる場合。ドラフト会議出た監督が辞めるパターンあったっけ。よく覚えとらん。ドラフト面白いもんな。立浪に勝ち逃げされたからもうモチベないやろ。来季の監督ってドラフトに参加しないといけないんじゃなかった。ドラフト参加するなら来季やらないとだろ。辞めるならドラフト前やろ、続投やろ。普通ハム側はやってほしいやろ。あと1年はやるんじゃねえの。くじ外したら辞めるってこと。絶対くじ引きで続投宣伝やろ。まあこれで勝っちゃったら完全燃焼で退任だろ。この悔しさをバネに躍進してくれ。2位にしただけ十分仕事したから新庄を攻める気にはなれないよ。というか戦力差ありすぎてこれ監督でどうにかなるレベルじゃないだろ。でもまあ冗談も抜きで楽しかったよ今年。ほんと新庄と日ハムメンバーのおかげをゆっくり休んで来年に備えてほしい。この話題作りムーブ。ドラフトに出るとは言ってない。ドラフト後なら GM 職か2軍監督になる可能性もあるかなと。